今日のゲームを振り返ってまいりましょう。今日は田島と小島でゲームが始まりました。両サウスポーです。大事な一戦、先発を任された田島大輝、ワンアウトランナー二塁で初回マーティンから三振を取りました。エアーとショートゴロでした。得点圏にランナー背負ったんですが、きっちり中軸を抑えました田島です。1回の裏、ノーアウトランナー一塁、しかし宗打っていってセカンドゴロ併殺だ。残念、宗。1回の裏、続くバッター山足はサードゴロでした。4回に入ります。0対0、ワンアウトランナーなし。エアード、これはもうレフトへ大きな当たり。26号のソロホームランでマリンズが4回の表先制しました。田島打たれました。1対0。今日は中トロと言っていましたレアードです。ワンアウトランナーなし。4回の裏、杉本はサードゴロ。もやセカンドゴロでした。さあ、次の1点をどう取るのか両チームだったんですが、後半に入って6回の表、マリンズ先頭、36歳のシーズン元気な荻野貴司、右中間突破。ここに転がれば荻野は三塁へ、頭から行きました。ノーアウトランナー三塁、2番中村、うまく合わせる、軽く打ってライトの前へ。中村タイムリーヒット、2点目マリンズ取りました。2対0。6回の裏、オリックスはワンアウトランナー二塁、山足、ここで自ら生きようというセーフティーバント一塁、際どかったんですが、一旦はセーフの判定だったんですが、井口監督リクエスト、判定覆ってアウト。犠打になりました。送りバント、ワンアウト三塁、ツーアウトランナー三塁となって、杉本はサードゴロ。あと1本でないオリックス、0点が続きます。小島が好投です。8回の表、ツーアウトランナー二塁、田島踏ん張ります。タイムリーヒットを打たれている中村、大きなセンターフライ。田島8回、107球、被安打8、打ちホームラン1本、三振7つ、失点2でマウンドを降りました。その裏、8回の裏、ツーアウトランナー一塁、宗。8号同点ツーランホームラン、2対2、オリックス8回の裏追いつきました。打たれた小島がっくり、ハイテンション宗、泣いていました。9回の表、もちろん守護神平野義久、エチェバリアを打ち取って、これで3アウト。こうなるとマリンズも9回の裏、守護神増田、ツーアウトから足立、見逃し三振でした。3アウト、試合終了。今日のゲーム、天王山の3連戦1つ目、2対2、引き分けに終わりました。今日のハイライトをお送りしました。